山市に住む50代の会社役員の女性が投資名目で1700万円を騙し取られました。 SNS で知り合った金融アナリストなどを名乗る人物に誘われ、ダウンロードした指定のアプリ上では儲かっているように見えていたということです。警察は同様の詐欺に注意を呼びかけています。